はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。ファイナルファンタジー14とのコラボイベント、おはじきバトルやってます。前回のねアンドロイド山田の時と同じような感じですね。僕はこんな感じでタッチペンと物差しを使っておはじきバトルやっています。お疲れ様ずら。さあ今20回モーグリニャンを倒しました。クポの実ゲットしたいと思います。前回ねモーグリニャンとのバトル惜しくも仲間にできなかったので、今回2回目の挑戦ゲットしていきたいと思います。好物のスペシャルサンデーもゲットしました。これで準備万端。さあ行くぜモーグリニャン。どうなんでしょうね、コメント欄でもう見る限りはね結構一発でゲットしたよとかそういう人多かったんですけども、どうなんでしょうね、ゲットしやすいのかしにくいのかよく分かりません。一応ねこれ見るとモーグリニャンは S ランクと書いてありますね。好物のソフトクリーム与えました。さあ今回ね若干妖怪を前回と変えました。キュン太郎を入れました。夏希2体ですね、キュン太郎とイケメン犬を入れています。あとは KK ブラザーズの S と椿姫、これでねなんとか夏希スキルを何回かかけて夏希やすさマックスにしてどうかという感じですね。意外とねこのモーグリには強くないんだよね、簡単に倒せてしまいます。もうちょっとね頑張ってくれないと夏希スキルを使う前に倒しちゃうという感じになってしまいますが、さあもう少しでフィーバーゲージ溜まります。入りました。さあ夏希スキルもかけたので今回はゲットしたいところ。さあフィーバータイムが終わったところで勝負です。さあ最後椿姫、さあどうだ、フィニッシュです。おっと、またコインだ、これは厳しいな、またコインか。3回目の挑戦いきたいと思います。ちょっと今日できるかどうか分かりませんけども、またコメント欄でゲットしたかどうか教えてください。どんどんイベント進めていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。